心つなげ岡山シーガルズ始まりました。ナビゲーターの中村葵です。2024-25大同生命 SV リーグウイメンが始まりました。皆さん力いっぱいシーガルズを応援していきましょう。10月6日から9日にかけて行われた第78回国民スポーツ大会バレーボール競技青年女子にシーガルズは岡山県代表として出場。初戦を静岡県と対戦しフルセットを制して勝利。準決勝戦を山梨県と対戦してストレート勝利で突破。昨年に続いて決勝戦に進出しました。決勝戦では開催地代表の佐賀久光スプリングスで編成された佐賀県と戦いましたが、勝利を飾ることはできず準優勝の成績を収めました。この大会で得た課題や収穫は SV リーグに向けた成長の糧となるでしょう。SV リーグ開幕を前に選手たちにお話を聞いてきましたのでご覧ください。まずはキャプテン、副キャプテンを任されたこの3選手です。宇賀神選手、金田選手、永瀬選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。新キャプテン、副キャプテンということでもう慣れましたか？極端にこう大きく変わるというわけではないんですけど、はい、まあ3人で協力しながら頑張ってます。今年は特にリニューアル感と言いますか、心機一転感が強いなと思うんですが、その辺いかがでしょうか？新しい SV リーグはやっぱり一番は試合数がかなり多くなって、ホームゲームの数も22試合と、はい、まあ、前回に比べたらかなり増えるんですけど、やっぱり応援してくださる方がたくさん見に来てくださる機会があるのはいいことだなと思うので、まあ、それにふさわしい私たちが試合ができたらなと思います。まあ、今年の5月の黒足をもって、まあ、長くチームを牽引してくださった川島さんと宮下さんが引退されて、こう新しいシーガルズということで、まあ、ファンの方もすごい楽しみにしてくださってると思うので、その気持ちに応えられる戦いっていうのをお見せできたらいいなというふうに思っています。はい、もう間もなく今シーズン始まりますが、チームの雰囲気いかがでしょうか？今シーズン44試合と長い戦いになるので、チーム総力戦でこう戦っていかないとやっぱ厳しい部分もあるので、まあ、それを逆に返すと、今までチャンスのなかった選手がこう試合やコートの中に立つ時間っていうのも増えてきますので、そこもまあ皆さんには楽しみにしててほしいですし、こうまあレギュラー陣でに関わらず、もうチーム全員でこうリーグで勝ち切ることを一つの目標に向かってやりきる姿勢っていうのは、こう日に日に強くなってきてるなっていうのは感じます。今年から外国人選手枠が増えるということもあって、すごい未知な世界なんですけど、やっぱりうちは日本人選手だけで戦うということもあって、粘り強さを一番大事にしてここまで頑張ってきたので、やっぱりそこの武器を出せるように頑張っていきたいなと思います。はい、今シーズンの意気込みをお願いします。個人的にはこうシーズンが10年目になって、まあ、過去に故障を経験したりと、やっぱ監督チームメイトを含め本当に応援してくださるたくさんの方に、まあ、支えられてきているので、まあ、そういう自分が助けてもらうばかりではなく、こうそういう思いだったり感じたことっていうのをしっかり表現して自分も返せたらなっていうのが個人的に思うことで、まあ、チームとしては本当に長いシーズンになるので、まあ、全員で結束して総力戦で頑張りたいと思います。昨シーズンの反省でもあるんですけど、やはり外国人選手や上背のある選手に対してブロックの上から打たれることがすごい多くて、ブロックの高さを出すことをこのオフシーズン、まあ、技術的なこともそうなんですけど、トレーニングのところから意識してやってきました。日替わりでヒーローが生まれるぐらい
全員で挑戦してシーガルズにしかできないバレーボールを展開できるように頑張っていきたいと思います。それでは最後にファンの皆さんにメッセージお願いします。とぜひ会場で応援よろしくお願いします。次にお話を聞いたのはライトポジションの3選手です。山城選手、小松原選手、甲斐選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プロ合宿が終わってもう間もなく今シーズン始まりますが、この今シーズン始まるまでにどんなことを準備されてきましたか？チームとしてはこうやっぱり相手チームに外国人選手が増えるということで、まあ、男性コーチを相手につけての練習っていうのを多く取り組んできて、まあ、対外国人っていうのをこう対策としてブロックアウトだったりレシーブに関しても回せることだったりっていうのを取り組んできたので、それを発揮できたらいいなというふうに思います。私は守備に力を入れているので、例えば仲間が1本目触った後のつなぎだとか、自分が1本目触るときに次の仲間のことを考えてどれだけ正確にボールが上がるかっていうのを自分の中でいろいろ試しながらやってきました。今シーズン SV リーグになってとっても長いですが、この長い試合どういうふうに戦っていきたいですか？自分は攻撃の部分でバックアタックを持ち味にしているので、そのなかなかレフトサイドやったりが決まらなくなってきたりした時に、後衛からでもしっかり攻撃のパターンを作って、長いシーズンなんですけどそこを相手をこう惑わすような攻撃をしていけたらいいなと思います。前回のリーグではセッターをする時間も少しだけあったり、ピンチサーバーで出させてもらうことがあって、どのポジションをするにしても私には守備力がやっぱり問われると思うので、その守備力も踏まえて競った場面とか、仲間や自分が焦っている時でも落ち着いてレシーブができるようにしていきたいです。もう間もなくシーズン始まります。シーズンへの意気込みお願いします。長い戦いになると思うんですけど、まずは自分のコンディションを整えて怪我なく乗り切ることと、あとはやっぱり自分の持ち味は、ライトから速さのある攻撃だったり、こう決めた後のこう明るさだったりガッツポーズだったりっていうのも持ち味だと思うので、こうそういう部分を発揮して少しでもこうファンの皆さんにこういい姿だったりこう笑顔になれるような活躍ができたらいいなと思います。やっぱり自分の持ち味は攻撃面だと思うので、そこをしっかりシーガルズの粘りのあるつなぎから最後決め切るっていうところを担えるようにっていうのと、あとは昨シーズン初めてその V のこうコートに立たせてもらって学んだこともたくさんあるので、こうそこでいただいたファンの方からの応援だったりっていうのをしっかり自分のものにして、こう SV の中でしっかり一人の選手として戦えるように頑張っていきたいと思います。それでは最後にファンの皆さんにメッセージお願いします。シーガルズのライト3人組にぜひ注目してください。お待ちしてます。開幕戦はここ山陽ふれあい公園総合体育館で行われます。いろんなブースが出展していますね。ちょっと覗いていこうと思います。こんにちは。こちらはどういったブースなんですか？こちらはミノルグループといいまして、ゴルフの練習場をやってたりとかですね、あと月姫といって餅つき機をやってる会社なんです。今日はゴルフを体験をしていただいてホールインワンになったらプレゼントがもらえるっていう企画をやってます。私もこの企画にチャレンジしました。ゴルフ初めて1年半ぐらいなんですけど、そうですか、はい、頑張ります。はい、頑張ります。はい、入って当たり前って言いました。今入って当たり前です。いやいやいや、プレッシャーかけないでください。惜しい。もう一球最後です。これで最後なんですね。はい、弱かった。
にちは。こちらのブースは何をしていらっしゃるんでしょうか。こちらではですね、シーガルズの方に、応援メッセージを、書いていただいております。皆さんすでにいっぱい書いていただいております。はい、本当にいっぱい集まってますね。はい、もうたくさんの応援メッセージが、はい、揃ってます。ガラポンを回していただくとですね、シーガルズのいろんな、グッズが当たるという、はい、すごい太っ腹ですね。はい、太っ腹です。応援メッセージ私も書かせていただきました。赤岩大会おなじみのノーマル園芸赤岩農園さんでは新鮮でお買い得なフルーツや野菜が盛りだくさん。私も買っちゃいました。体育館内では木戸ウラン選手と中井選手がこの日先着300名様にプレゼントされた山崎製パン株式会社岡山工場様とのコラボパンを紹介。パンの種類や味、パッケージからいろんなアイデアを取り入れてもらったので、選手みんなにとって愛着の湧くパンになりました。さあ、先ほど木戸選手と中井選手が紹介していたコラボパンです。私も試食させていただきたいと思います。どっちにしようかな。私はじゃあタコス風味パンで、シーガルズの勝負飯をモチーフにしているということなので楽しみですね。あ、開けた瞬間にいい香りがします。あ、美味しそう。上にかかってるのはチーズかな、マヨネーズかな。いただきます。うん、美味しい。うん、しっかりタコスの味がします。上にちょっとそのミートっぽいのも乗ってて、マヨネーズでした。うん、すごいね、食べ応えがしっかりあって美味しいです。タコス風味パンとレモンクロワッサンの2種類のコラボパンは中四国を中心としたエリアのデイリーヤマザキ、ヤマザキショップをはじめスーパーなどのヤマザキ製品お取扱店で販売しています。さあ、いよいよ開幕戦が始まります。44試合という長いリーグ戦の始まりです。ファイト、レッツゴーシーガルズ、オー。 SV リーグの記念すべき第一試合はクインシーズカリアと対戦。普段練習会場としている赤岩市の山陽ふれあい公園総合体育館で迎えた開幕戦。第一セット接戦ながらもシーガルズは優位な形で試合を進めていきます。金田選手ナイスレシーブ、山城選手がクロスに打ち込んでいきました。頼もしいですね。安定した綺麗な流れから中本選手ストレートで打ち抜いていきました。3番に代わって16番内山優が入ります。リリーフサーバーで入った内山選手、ネットインサービスエース、お見事です。エンドラインを守る木戸ひな選手、鎌田選手から金田選手ブロックアウト。金田選手の頼もしさは健在です。永瀬選手少しタイミングのずれた速攻を冷静に対処しました。シーガルズセットポイント。ブロックワンタッチ、楢崎選手のアンダートスから小松原選手ブロックアウトを誘い第1セットを獲得。好発進です。第2セットも順調に得点を重ねるシーガルズ、永瀬選手いいところに落としていきました。田口選手の速攻、浜田選手センターをうまく使っていますね。木戸ひな選手の A パスから山城選手、安心して見ていられますね。宇賀神選手のジャンプトスから小松原選手、二枚替えで入った2人の息の合ったプレー。
先にセットポイントにたどり着いたのはシーガルズ。木戸ひな選手、綺麗なレシーブ。浜田選手から山城選手、ストレートに打ち抜いて2セット連取です。しかしクインシーズ刈谷の反撃に遭い、試合はフルセットに。ブロックワンタッチ、山城選手がフォローして中本選手、2枚ブロックを打ち抜きました。中本選手ナイスレシーブ。つないだボールを山城選手、センターから打ち込みました。金田選手のアタック、弾き返ってきたボールをもう一回、金田選手いいところに打っていきました。接戦の中、先にマッチポイントにたどり着いたのはクインシーズ刈谷。リバウンドのボールを返しきれずにゲームセット。あと1点取りきれませんでした。赤岩でのホームゲーム第2戦、昨日に続きクインシーズ刈谷と対戦。昨日の悔しい敗戦を踏まえて挑んだこの試合、粘り強く深い結束力で戦います。クインシーズ刈谷のフェイントに山城選手、よく反応した。金田選手ナイスレシーブ。浜田選手から永瀬選手、素晴らしい結束力です。試合はデュースに突入する大接戦。岡野選手の綺麗なサーブレシーブから中本選手、強烈なクロスアタックでセットポイント。シーガルズの勢いに押されたか、クインシーズ刈谷のアタックはネットを越えず、接戦の末第1セットを獲得しました。第2セットも一進一退の攻防が続きます。田口選手がブロックを剥がして山城選手、センターから見事なコンビネーション。ブロックワンタッチから木戸ひな選手がフォローして金田選手、ズドンと決まりました。永瀬選手の速攻、浜田選手のさえ渡るトスワーク、永瀬選手もお見事。デュースに及ぶ接戦もセットポイントはクインシーズ刈谷。小松原選手のクロスアタックが決まって再びデュースに。山城選手、小松原選手ナイスブロック。中本選手も一枚で守ります。ライトから鋭い攻撃、危ない。木戸ひな選手、右手一本で止めるファインプレー。絆のボールを中本選手、よくぞ決めてくれました。粘り強く深い結束力。シーガルズセットポイント。シーガルズの粘りの前にクインシーズ刈谷、ボールを返すことができず、シーガルズ第2セットもデュースを競り勝って連取です。第3セットに入っても両チームの激しい攻防が続きます。中本選手、コートエントに決まるサービスエース。山城選手のクロス、安心して見ていられます。クインシーズ刈谷の厳しいサーブを木戸ひな選手がうまくレシーブして田口選手、実に頼もしいですね。守備に加えてサーブもいい岡野選手のリリーフサーブ。クインシーズ刈谷のブロードを高柳選手、一枚で止めた。よく集中しています。永瀬選手の速攻、浜田選手との息もぴったり。岡
岡野選手の A パスから小松原選手センターから強烈。小松原選手後ろから回り込んで豪快なブロックアウト。第3セットもデュースに突入する大接戦。マッチポイントはシーガルズ。金田選手の狙い澄ましたようなブロックが決まってゲームセット。3セットともデュースとなる大接戦を勝利で締めたホームゲームとなりました。まあ、今日も3セットをデュースというなかなか厳しい試合ではあったんですけど、全員がそう昨日のこの昨日の反省をしっかり生かして今日はしっかり取り切れたので良かったと思います。まあ、今日のような試合をしっかり勝ち切ってリーグを通してチームが大きく成長できるように頑張ります。これからも熱い声援をよろしくお願いします。 SV リーグ第2節はアステモリバーレ茨城と対戦。デュースに及ぶ激戦の末第1セットを落としてしまったシーガルズ、第2セットも大接戦となりました。田口選手冷静にブロックアウトを誘いました。田口選手サーブでアステモリバーレ茨城を崩します。中本選手ナイスレシーブ。中本選手エンドラインを守ります。繋いだボールを高柳選手ブロックを打ち抜いていきました。交代でコートインした松本選手 A パスからの速攻早いですね。バトラー選手の強烈なサーブを中本選手ナイスレシーブ。木戸ひな選手よく守った。繋いだボールを高柳選手2枚ブロックをものともしません。ブロックのリバウンドをうまくフォローして木戸ひな選手のバックトス。中本選手豪快なブロックアウト。選手のライトバックアタック対角コートエンドにズバリ。さらにセンターからの強烈なアタック、2枚ブロックにも負けていません。ブロックワンタッチ。浜田選手から中本選手ブロックアウトを狙いましたがコースに阻まれます。高柳選手よく守った。浜田選手のバックトスから小松原選手うまく落としていきました。セットポイントはアステモリバーレ茨城。激戦を取り切れず続く第3セットも失い悔しい敗戦となりました。ひたちなか市で行われたアステモリバーレ茨城との対戦2日目、第1セット序盤からシーガルズが走ります。浜田選手が高く上げて高柳選手2枚ブロックを弾き飛ばしました。永瀬選手高柳選手の2枚ブロックでアステモリバーレ茨城をシャットアウト。浜田選手よく守った。田口選手がフォローして小松原選手2枚ブロックを打ち抜きました。さらに豪快にアタックを決めて4連続得点。シーガルズの勢いに押されたバックアタックはネットを越えず、一気にアステモリバーレ茨城を突き放します。その後も順調に得点を重ね点差を広げていきます。金田選手のクロスアタックがコートに突き刺さる。安心感がすごいですね。木戸ひな選手よく守った。一旦ボールを返します。
浜田選手ナイスレシーブ、木戸ひな選手のジャンプトスから小松原選手、みんなすごい集中力です。金田選手の A パスから田口選手、ブロックの裏に落としていきました。金田選手が1枚で止めた、本当に頼もしい。大差で迎えたセットポイント、木戸ひな選手ナイスレシーブ、決めたのは小松原選手。シーガルズ油断なく仕留め切って第1セットを獲得しました。続く第2セットも獲得し、王手をかけた第3セット、中本選手のアタック、相手守備を打ち破る持ち味の豪快なスパイク、金田選手の A パスから永瀬選手の速攻、浜田選手センターをうまく使って相手を揺さぶります。中本選手よく守った。浜田選手から山城選手、いいところに打ち込んでいきました。中本選手うまく拾いました。木戸ひな選手が対角に上げて金田選手、うまい、絶妙の一打でしたね。金田選手1枚で止めた、素晴らしい。中本選手のフェイント、崩れるアステモリバーレ茨城、今度はストレート、中本選手すごい気迫です。山城選手サービスエース、値千金。勝利まであと2点。ここでコートに入ってきたのはこの日が誕生日の楢崎選手。ブロックワンタッチ、浜田選手から金田選手、ここ一番で頼りになります。シーガルズマッチポイント、最後に決めたのは金田選手。シーガルズストレート勝利で3ポイント獲得しました。昨日と今日みたいな苦しい戦いが続くと思うので、まず勝ちを見越すんではなくて、1セット1セットまず目の前の1点1点から全員で取りに行けるような試合を毎回自分たちから雰囲気を作れるようにしていきたいなと思います。今日もたくさんの応援ありがとうございました。これからも試合は続くので、会場でぜひ熱い応援よろしくお願いします。今シーズンのホームゲームはご覧の通りです。詳しくはチームのホームページをチェックしてください。深い結束力で挑戦、 GO シーガルズ。